次の写真をご覧いただこう。これは携帯電話で撮影された一枚である。大学のサークルで合宿をした際、宿泊先の公共施設で撮影した写真だというのだが、お酒を飲んで顔を赤らめる学生たち、その後ろ、押し入れのあたりをよくご覧いただきたい。顔と思われるものが映り込んでいるのをご確認いただけるだろうか。これはこの周辺を漂っている霊の姿であると思われる。投稿者によると、この宿泊施設の裏手には近くの村が管理しているという小規模な墓地があったというのだが、もしかしたらその墓地からさまよい出てきた霊が彼らに興味を抱き近づいてきたのかもしれない。